プロセルピナの略奪は17世紀イタリアの芸術家ジャンロ・レンツォ・ベルニーニが1621年から1622年にかけて制作した大型の大理石彫刻で春の女神プロセルピナを我が物として連れ去ろうとする冥界の神プルートを描いたものであるこの作品を完成させた時ベルニーニは若干23歳の若者であったなお 本作品のことを英語では、ザ・レイプ・オブ・プリセルピナというが、このレープは、占有する、または、連れ去るという意味のラテン語ロプテスに対する伝統的な訳語であり、性的暴力を指すものではない。細部クリーブランド美術館に所蔵されている、プロセルピナの頭部、長く、ベルニーニによる修作とされていた。初期の多数のベルニーニ作品と同様に、 シピオーネ・ボルゲーゼ・スー・キ教の依頼で制作されたもので、おそらくシピオーネのおじ教皇パウルス5世への肖像画と同時に発注されたものと考えられている。ベルニーには3回に分けて制作費を受け取っており、本作品には少なくとも450スクードが支払われている。1621年に制作に着手し、1622年に完成した。完成後まもなく、シピオーネは、 ルドビーコルドビー氏数奇教に本作品を譲り、ルドビー氏は自らの別荘ビラルドビー氏に持ち込んだ。その後、イタリア政府が買い戻して1908年にボルゲーゼ美術館に戻された。本作品には多くの批評家が賞賛の声を寄せてきた。ルドルフ・ウィットカウアーはこのような誘拐シーンの表現は、 ベルニーニが次の150年の同感表現のコンセプトを先取りしたものだったと述べている。ハワード・ヒバードも肌の質感、チューンに舞うかみ、ペルセポネーの涙、そして強大な力にねじ伏せられる少女の肉体など、ベルニーニが固い大理石を掘ることで成し遂げた表現効果に言及している。また、逃れようとして腕を投げ出すプロセルピナと、 その腰に手を回すプルートというシーンの選択も後の作品に影響を与えている。ベルニーニの息子で電気作家のドメニコはそれを優しさと残酷さの驚くべきコントラストと評している。しかし18世紀から19世紀にかけてベルニーニの評価が低下すると非評価の批判にさらされるようになった。18世紀のフランス人ジェローム・デラランデは プルートーの背中はめちゃくちゃ、極端に派手で、没個性で、表現に、気高さがなく、輪郭も悪い。女性の死体も良いとは言えないと書いたとされる。ビラルドビー氏に観覧に訪れた、別のフランス人も、プルートーの頭は、まるで下品なゲだ。冠と顎髭が滑稽な空気を生み、筋肉は強調されすぎて、ポーズをとっているようだ。真の神聖の見られないハリボテの神だ。 と酷評している。また、体重を踏み出した左足にかけたプルートーと体を大きくもじって逃れようとするプロセルピナという構図のコントラポスト、またはフィギュラセルペンティナータに言及する、批評家も多い。これは、マニエリスム、特にジャンボローニャのサビニの女たちの略奪を彷彿とさせるが、 一方でベルニーニの構図は干渉者が視点を変えることなく情景の全体像を把握することを可能にしている。他の視点から干渉することで情景の細部をより深く理解できるのは当然としてある視点から干渉するだけでもプロセルピナの絶望とプルートがプロセルピナをどうにかからめ取ろうとする様を一望することができるからである。これはジャンボローニャとは全く対照的で サビニの女たちの略奪では鑑賞者が像の周囲を歩き回り、人物それぞれの表情を見なければならない。第一次世界大戦中、本作品は損傷を防ぐために箱と土ので養生が行われた。ありがとうございます。